わーい、わーいって、いきなりわーいってさ、もう。はい。いや、久しぶりじゃないですか。久しぶり。なんか巻き出したね、ここね。いや、ずっと巻いてました。巻いてましたね。前回も巻いてました。間違いなく巻いてました。なんか、どんどん痩せてきた。あ、そんなことないです。いや、どうですかね。いるじゃないですか。年取って痩せていくタイプとか。そう。俺年取って痩せていくタイプですよね。そう。同じだと思います。そう。年々、こう、平均の体重が減ってっちゃって。そうなんよ。どんどん、物を体に吸収しなくなって。いや、難しいですよね。そう。なんかその吸収の仕方が。そうなんよ。で、もう、どちらかというと出る方。あ、わかります。そう。食べたらすぐ出ちゃいます、ね。食べたらすぐ出るんよ。わかります、ね、そう。だからもう栄養が全くついていかない。そこがね、あんまり良くないですよね。そう。一生懸命食べても。だけどね、俺、嫁から言われたよ。あのさ、そこまでさ、酒飲む必要あるって。え、なんでつって。いや、だってさ、って。飲んで出す。これずっとこれから続けていくと言うてる。あ、そりゃそうやね。でもそれって別にお酒飲み始めた時から始まったことですよね。そのルーティーンだけ。そこでいきなりなんかこう。大丈夫ですよ。強い眼光で見る。強い眼光で俺を見る話それ。なんかさ、シャミ構えてさ、それってさ、みたいな、なんかさ。すごいですね。すいません。なんで、寄せ落ちした今日。今日、あ、でもちょっと危ないですよ。本当に危ないです、今日。そうやろ？大体ね、女性ってね、寄せ落ちしたりね、仕掛けたりしたらね、八つ当たりするんよ。なんか知らんけど。なんだろあれ。八つ当たりじゃなくて。あ、そうやし。いや、めっちゃ八つ当たり。見て。いや、だってね、あの眼光おかしかったもん。だって俺さ、酒飲んだら、この年になったら、物吸収できなくなって、どんどん下から出ていくって言っただけよ。なのにね、車に構えて、後ずさりして睨みつけたけんね。そうよね、みたいな。何それ。ごめんなさいって。違う、そういうつもりじゃないんですよ。いや、でも本当に。嫁さんに、その、お酒の重要さを、ちょっと。あ、そうよね。そう。弁論してほしかったんです。そう、でも、嫁は俺の5倍飲むけどね。嫁の方が強いんですか？強い。どれぐらい飲むんですか？九州の男より強いってことですか？いやいや、だって、もう酒飲みすぎるっけ、嫁がね。はい。あ、嫁のことこんなに言っていいとこやな。あ、今大丈夫。今ね、1時なんよ。今1時やっけ、ちょうどね、ちょうど今1時で、ちょうど、みんなご飯食べてる。違う、娘のちょうどブレーキにとって。あ、嫁が見てないとですか？いやね、嫁見てないけん、言える。今言える。もうね、もう、例えば、7% の美味しい無糖酒と、キリン。そんな、7%？ うん、の美味しい無糖が、一箱を、はい、もうあっという間になくなる。もうほんとあっという間。え、この間24買ったのに、え、なんで4日でなくなるとみたいな。あ、そこまでいかんか。でも、そのぐらい。すごい。そう、それがすごいって。だけど、業務用のオーシャンラッキーでした。オーシャンラッキーでした。知らないよね。知らないです。4リッターのウイスキーの塊みたいな、タンクみたいなのあると。業務用のね、このでかいタンク。あれを、4本買った。で12リッター。え、家用にですか？そう。どうして？業務用。どうしてそうです。いや、だからもうその。本当にそうなの。7% の美味しい無糖が、1週間でなくなる。はい、びっくりした。まあ確かに、それぐらいだったら業務用じゃないと。そう。ね、だから業務用俺買ってきたから1本、6000円、あ、1本3000円の3、4、12、1万2000円で。すっごいよ。それがね、なくなったのが4ヶ月。4ヶ月でなくなったんですか、うん、一緒に飲んだんですか？いや、俺は可愛いもんやけん。俺はちょっとなんかこう、炭酸で割ってとか、ちょびちょび。もうすごい。すごい。すごいよね。さすがだな。え、ちょっと待って、今日何が起きとるとこれ。で、予選落ちた。予選はわかんないです。なんかドキドキしそう感じ。まだ、ちょっと。なんかこう、高校入試の、入試発表の。いや、本当に。あ、そんな感じ？いや、本当にそんな感じです。なんか、
どうなんだろうなと思って。あ、本当。最近ちょっとうぬぼれてたんで。え、何をうぬぼれたの？やっぱりちょっと 1位とか2位とかで抜けて。あ、そっか。へいへいボンボンと多分やりすぎたんで。おまけに綺麗やしね。いや、そんなことございません。おまけに綺麗やし、ちょっとダーツうまくて、こうなんかちょっと良くない。私はもうずっと王道を歩んできたので。そんなことございませんよ、本当に。今悩んでるんで、ダーツ。またいっぱい並んどうと。もうちょっと俺話したいっちゅう。まあ、並んど感じ。大丈夫、大丈夫。まあ、この男はまたしとって言ねえ。もうこれ全然、これも全然またしとっていいから。出てっちゃったじゃないですか、お坊さんが。あのさ、なんか、俺がほら、久しぶりやん。はい、久しぶりに私ずっと会いたかったですよ。そうそう、あのね、永田が、はい、なんかね、なんか深夜に、はい、なんかこう徘徊して今秋月で保護された。秋月ってある、秋月じゃねえや、どこだっけ、あの何やった、あの徳山で保護された。何してるんですか。いや、深夜徘徊。いや、本当。それで、もう、急遽。で、昨日、フー食べさせてもらったけん。あ、永田からじゃないよ。あ、永田はもう、その頃はもう、あの、深夜徘徊したと。ああ、もう、徳山だね。あ、長い。ちょっと長いね。ごめん。すごい。うん。すごい、深夜徘徊で、永田さんは徳山にいる一方。いやいや、保護されたわけ。保護され。保護って何ですか。いや、保護って、あの、要するに、あの、こう、医療機関に保護された。え、大丈夫そうですか？大丈夫だ。深夜徘徊やけん。あの、その、体がおかしいことじゃないけん。あ、頭の、ちょっと、そういう系の深夜徘徊。お母さんとか深夜徘徊しよったやろ。うちのお母さんはもう専業主婦なんで家から一歩も出ないんですよ。あ、深夜徘徊って深夜徘徊の意味知らん？深夜徘徊って。あ、深夜徘徊、いつの間にか深夜徘徊してしまったっていうやつ。あ、そうなんですね。そういうケースもあるんですね。そういうケースが往々にしてある。高齢化社会の今となって。で、そこで、TV が。そうそう、ね、誰か、誰かやる人がおらんからって言って。すごい救世主じゃないですか。そうそう、やってもらえませんかっていう、俺に話がもう。回ってきて、昨日フグ食べさせてもらったから。フグ食べさせてもらったから。やろう、じゃあインタビューまでね、みたいな。いや、でも九州はやってもらわないとちょっと。あ、大丈夫、大丈夫。まだ待たしとっていいじゃん。まだ全然大丈夫。今スマホいじくりよし、全然大丈夫。あ、ごめん。大丈夫です。大丈夫。いや、九州はもうちょっとこう、中継やってほしいですね。いや、本当にね。いや、全然やってもいい。ずっとね、もうこのまんまの状態で、6時間中でした。一緒に。あー、なんか CM が入った。そろそろじゃあ、この辺で終わりにしますか。はい、終わりにします。じゃあ、ぜひ、ね、結果をドキドキしながら。そうですね。はい、上がったら喜んでください。はい、上がったらまた、優勝インタビューは、誰だろう、山本信弘。あ、そう。最後までいたらいいじゃないですか。ちょっと待って、これの、八つ当たりの今の。最後までいたらいいじゃないですか。このさ、なんかさ、この年になってさ、ね、このタッチがさ、もうドキッとなるよね、ほんと、ちょっとしたさ。そうやってさ、プレイヤーイベントでさ、ナイスダーツですとか言って、あ、ちょっと今の、今のダメです。あ、ダメだ。で、違う。この人がやりようことをやった。そうやって、ファンをどんどん、虜にしていく。そんなことございませんよ。いや、まだ大丈夫。まだ、あと10分大丈夫だっけ。またしとって言う。はい。ぜひぜひ、ドキドキして。はい。ドキドキしときます。結果を待ってください。はい。はい、要するに3位通過の結果ってことよね。そうです。はい。牧野桃子選手でした。